こんにちは、あーやです。明けましておめでとうございます。2022年明けおめいや、明けましておめでとうございます。2022年になったんですけど、2021年を今から振り返っていきますっていう動画に今日はなるんですけど、本当に昨年は皆さんに支えられて、すごいね、充実した年になったんですね。で、ハンドメイド作家を始めて、もう訳も分からず YouTube もこうやって始めたんですけど、もうとにかくがむしゃらにやってきました。2021年とっても楽しかったです。ということで、今日は9ヶ月が経ちましたっていうことなんですけど、2021年の12月をちょっと振り返って見てみたいなと思っております。で、毎回もう毎月これやって需要があるのかなとか思いながらやってるんですけど、そうですね、1年経ってどうなっているのかっていうことで、1年かけてやっているこの動画もとうとう9ヶ月目ということで、あと1,2,3,10,10、あと3ヶ月残すところになったんですけど、皆さんちょっとあともう3ヶ月お付き合いくださいませということで、さあ早速今月もちょっとね、どんな1ヶ月だったのかっていうことを振り返って見ていきたいと思っておりますので、興味のある方よかったらお付き合いください。はい、早速恒例のスクリーンショットタイムに行きたいんですけど、ちょっとね、なんかいつもとこの画面枠が、なんやろ、この設置の場所があれやな、もうちょっとこっちに行きたいねんけど、ちょっと机があるから行けないので、こうやってやろうかなはい、早速それではスクリーンショットタイムやっていきたいと思います。12月3日、こちらはミンネさんですね。初めてのお気に入りです。大ぶりメタルのグラマラスピアスということで、初めてお気に入りいただきました。そして続きまして、12月5日こちらはクリーマさんになっております。フォロワー数が50人を突破しました。突破おめでとう。こちらは先月、40人突破という通達をいただきまして、ということで今月のこの5日に50人を突破したということで、結構スピードがいい感じで増えてきております。クリーマさんでした。そして12月15日ですね、お気に入り数、こちらもクリーマさんで400件を突破しました。素晴らしい、400件を突破。これは先月はね、300件突破という通達が来たので、もう100も増えて、なんかね、結構あんまりそのクリーマさんのその通達のメールを見てると、そないなんか切ってる感覚はないんですよね。お気に入りつきましたって毎日こうメールは来るんですけど、なんかそない100件もいきなりね、今月また増えたっていう感覚が、実感がちょっとね、ないんですけど、こうやって見ると、おお、100ってでもすごい数字なので、すごい嬉しいです。はい、で同じ日の15日でミンネさんで、初めてのお気に入りです、ブラックマーブルのスクエアピアスということでね、ピアスは本当にあんまりなかなかね、購入してもらう機会は少ないんですけど、こうやってお気に入りをつけていただけたということは、もう私にとってはありがとうって感じなんで、もうめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい、続きまして、12月16日、こちらはミンネさんで、お気に入り登録数が10回を超えました。バイカラーのレジンアルファベットチャームブラックなんですけど、これはもう本当に初期に出したやつなんですね。ということは、遡って2021年3月登録の時にすでに、最初に登録したバイカラーチャームが、やっとこさ12月で10件つきました。これはね、なんか
確かにこの12月はあのプレゼントとかでこのバイカラーチャームがちょこちょこと出てくれたんですね。でそのおかげもあったのか、私もツイッターとかでちょっとこれはあのプレゼントにしようかなみたいな感じでつぶやいたらいいですねみたいなね、お返事いただいたりとかしてたので、ちょっとあの見てもらう回数も増えたんじゃないかなと思って、結構下の方に埋もれてるあの作品なんですけど、皆さんこう多分こうスクロールして見ていただけたんだなと思って、ちょっとこの10回を超えましたわ、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、続きまして12月18日、こちらもミンネさん、お気に入り登録数が10回を超えました、インディゴのアデヤカレジンのアルファベットチャームということなんですけど、これも本当にバイカラー、さっきのバイカラーと同じ初期にあの出してたやつなんですよ。今はもうすでに結構下の方に埋もれてるやつなんですけど、お花もね一時全然出なかったんですけど、最近ちょこちょこ出るようにもなって、でまあ私こう作った写真を撮ってインスタとかツイッターにあげるっていうことをやってるんですけど、最近お花を作る回数がちょこちょこ増えてきたので、インスタとかにもちょこちょこあげれるようになりました。またよかったら見てみてください。はい、続きまして12月19日、こちらもミンネさんです。すごい、透明レジンのスクエアチャームお気に入り登録数が50回を超えました。透明レジンのスクエアチャームが50回、すごい、ありがとうございます。では続きまして同じ日、クリーマさんです。取引評価が40件を突破しました。はい、今日も言います、取引評価というのはレビューということですね。レビューが40件を突破しました。届いて、わー買ってよかったって思ってもらえたら、こう書こうかなっていう気になってくれる、この取引評価ってすごい大事やなと思って、本当にね、評価書いてくださった皆さん本当ありがとうございます。はい、続きまして12月24日、こちらはクリーマさんで、フォロワー数が60人を突破しました。これはさっき50人突破しましたって言いましたね。おお、そっから10人増えたということで、トントンとまた言っております、ありがとうございます。そして12月25日、ミンネさん、やったね、ブラックバイカラーのアルファベットチャームお気に入り登録数が10回を超えました。そう、これさっき言ってた、あれ、さっき10回言った、さっき初めてのお気に入り登録って言ってた。でこれ今やったねって書いてるじゃないですか、やったねって、お気に入り登録数がちょっとね、これもうずっともう何ヶ月もやってきて、ちょっとずついろんなことが分かってきたんですけど、やったねの場合は10回なんですよ。で50回お気に入り数がついた時はすごいってなるんですよ。だからやったね、すごいで、もうあ何回目やっていうのがもう分かるようになりました。別にどうでもいい情報ですね。すいません。はい、じゃあ。はい、それからね、今年違う、2021年12月はまた特別なね、年であって、その、この年の締めくくりっていうこともあってね、そのクリーマさんとか、ミンネさんとか、それぞれ1年間お疲れ様でしたっていう、なんか最後にね、あの1年間の実績、活動内容みたいなのをまとめてこう送ってきてくださったんですね。それもちょっと紹介してみようと思うんですけど、まずね、12月21日頃にまず最初にクリーマさんから今年1年お疲れ様でしたっていうので、あのメールが届いて、こういう、もう思わず私印刷したんですけど、あ、出しましょう。そう、これをあのメールが来たんですよ。今年1年お疲れ様でした、アデージョ様のクリーマ2021年、これね、ご注文か
回数が31ってなってるんですよ。ほんでフォロワーされた数が46ってなってて、まあ、お気に入りされた数が357、この数字がどうもね、ちょっとこの今までの私のこの流れの数字に合わない数字なんですけど、これは一体何、どこまでの数字なのかなと思ってちょっといろいろ調べてみたんですね。で、実際この注文が31回っていうのはちょっと少ないなと思って、ほんでちょっと遡ってずっといろいろ調べてみたら、クリーマさんの注文回数が60件近くあったんですね。ほんでこれ31じゃないですか。なんででしょうね。これもしかし、違うかな。なんかその売上の決済、ここで締めて振り込みますっていうところまで行ってからの数字なのかなと思って、で私どっかの回で、あのクリーマさんは4ヶ月売り上げ放置してたら勝手に入ってくるっていうことで、私ずっと放置してるんですよ。で毎月毎月申請しないで、もう勝手に4ヶ月経って入ってくるようになってるので、まだ1回しか入ってきてないんですね、クリーマさんの売り上げが。で次いつ入ってくるのかなって考えたら、多分この1月末か2月ぐらいやと思うんですけど、なのでそれまでのこれ半分ぐらいしかないので、それまでのご注文回数なのかな。ちょっとね、ご注文回数が今までの私のこの解説と異なる数字だったので、あ、ちょっとこれどうしたもんかなと思いながら、そしてフォロワーされた数も、さっきフォロワー数が60人を突破しましたって言うてたので、フォロワーされた数46やから、これどこまでの使命なのかなっていうところなんですよね。あともう一つね、お気に入りされた回数、お気に入りされた回数も400件突破しましたって言うてたんですけど、これ357ということで、どっかでこう締めがあるんですかね。12月中どこなんやろうっていうのがちょっと一つの悩みやったんですけど、まあ、これも記念ということでちょっとコピーしてみました。ほんで最も発想の多かった都道府県、これ面白いですね。千葉県みたいですね。千葉の方ありがとうございます。で最も購入の多かった月は10月、これは正解なんですよ。これは私も全部計算してみて10月が一番多かったので合ってるんですけど、このご注文回数とフォローされた数とお気に入りされた数がちょっとね、不思議と異なることがあったという感じで、でもこういうね、お疲れ様でしたっていう通達が届いて、本当に、ああ、1年間もやってないわ、まだ。3月登録して4月号って来たので、まだね、9ヶ月目っていうことなので、あとね、もう3ヶ月頑張って、もっともっとね、この調子を上げていけるように、まだこれもらって力になるので、頑張っていきたいと思います。そして、今のはクリーマさんでした。そして、26日ぐらいにミンネさんからもご通達をいただきました。こちらです。アデージョさん、今年も1年お疲れ様でした。ありがとうございます。そして2021年も早いもので残りわずかとなりましたね。ミンネでのあなたの活動記録をお届けします。温かい飲み物を入れてゆっくり一息つきながらこれまでの活動を振り返ってみませんかっていう、すごいお優しい言葉をいただいて、よっしゃ、ほんならちょっと飲んでみましょう。ないわ。はい、それで、そう、ミンネさんからのご通達、これまで108作品を作りました。あなたのこだわりや思い、技術を、なんて書いてんやろ。出来上がったものはどれも素敵な作品です。ということで、こういう感じで、なんかね、スクロールしながらいろいろ
あるんですけど、ちょっと順番に見ていきたいと思います。そしてこれまで1485回お気に入りされました。あなたの作品が誰かの日常にときめきを与えた数ですって、これめっちゃ嬉しい言葉ですよね。ほんでこれあなたの作品、私の作品のこの今までの第1位がヌーディーチャームですね。412いいねいただいて、もうこれはほんまにめちゃくちゃ作りました。本当にあの夏にあの海グラデーションを発売してたんですけど、夏はすごい海グラデーションばっかり出てて、でちょっとそれ夏終わったんで一旦やめて今展示中なんですけど、その後からこのヌーディーチャームを出して、そっからですかね、そっからもうものすごい勢いでヌーディーチャームがぐいぐいと伸びてくれて、最初は5色展開だったんですけど、今は9色展開という形でやらせてもらって、素晴らしい412いいねもいただけてね、皆さんの手元に日本中いろんなところに私のヌーディーチャームが今ねあちこちと、ね、ゆらゆらしながらいてるんじゃないかなと思ったら、すごいなんかね不思議な感覚と嬉しさとありますね。そして D じゃない第2位がヌーディー、これ何ですか、ミニチャームのアルファベットですね。ミニチャーム付きアルファベットのレジンなんですけど、こちらも本当にいろんな方にたくさん手に取っていただけた作品です。そして3位がワイドチャーム透明レジン、こちらもね結構この夏来たぜワイドチャームとかなんか前ねだいぶ前に言ってたんですけど、こちらもたくさんねお気に入り数いただけました。そしてこれも冬あたりに出したのかな、ラメ、グラデーション、グラデーションじゃないラメのあのチャームですね。こちらもね10色展開かなんかでやらせてもらってます。たくさんのお気に入りありがとうございます。そしてこれはこれまでに261人のファンができ、78人のお客様からレビューが届きました。一つ一つの声が励みになりますねって、本当にそうなんですよね。皆さんなんか温かい言葉たくさんいただけて、もう本当に私ももう嬉しさと、でもなんか毎回そのレビューの返事が一緒になっちゃうんですよね、なってしまいがちだけど、心の中では一人一人の方にこう感謝を気持ちを持ちながら返信はしてるんですけど、なんかね他の人と同じ返信になってしまったらごめんなさいと思いながらも、本当に皆さんの嬉しい言葉をぐっと胸にまずここに入れて、でそのお返しをしっかり私の中ではしてるつもりということなんですけど、これにもね書いてあるように、無事に受け取りました、とっても可愛いです、どの色も可愛くて迷いましたが届いた作品が可愛いのでやっぱり他の色も欲しくなっちゃいました、どの色にしようか検討中なのでまたお世話になると思います、ありがとうございます、いやこちらこそありがとうございます、なんですよね。本当にこうやってレビューを書いてくださった皆さん本当にありがとうございます。はい、そして最後にアデージョの活動記録ということで、このね2021年このまとめた内容なんですけど、公開した作品数が108、そしてお気に入りされた数が1485、そしてファンの数が261、届いたレビューが78、ね、これがもうもし私がその作家活動してなかったらこの数字は全くと言っていいほどもうゼロだったと思うんですけど、ちょっとしたきっかけでこうネットショップに移行してからこれだけの数字をもらえるということは本当になんかね、みんなとこうつながったというか、皆さんに支えられて、そして私の作品が皆さんの元に届いて、なんかねすごくいい経験させてもらってるなって改めて思いました。なんかこういう2021年のこの締めくくりっていうこのご通達は本当にありがたく、これあのミンネさんの方も印刷しました
これもう一個印刷したんですけど、もう色がカスカスなっちゃって、ちょっとあれですね、インク不足になっちゃったんですけど、まあまあこれはこれでちょっと大事にまた来年と見比べて、ね、残してやっていきたいなと思います。本当に2021年ありがとうございました。では次、続きまして恒例の売り上げた個数を見ていきたいと思います。12月、もうね、繁忙期っていうんですか、11月12月ってもう今までなかったぐらい凄まじく忙しかったんですよ。なんかね、もう毎日毎日箱を郵便局やらポストやらに投函してたなと思ってね、なんかありがたいことにね、あ、早速見ていきましょう。まず、はい、売上個数、ドン。見てください。これ、ミンネさんが106個売上げて、クリーマさんが43個。これ、もう過去一ですよね。この12月はもう全体的に過去一なんですよ。もう106個も作って出したって考えたらなんかゾッとするんですけど、でもなんかそんなにあったんかって振り返ったらそう思えるんですよね。毎日うわーいっぱい注文来た嬉しいって思ってなんかルンルンでやってるから、なんかこんなに106個もあったなんて思ってなかったんですけど、もうこの数字すごい、本当に無名からね、今年2021年初めてこんなにもたくさん私作るって本当実際思ってなかったので本当にびっくりしてるんですね。でこれ106個なので、みんねさんが先月と比べたらプラス6個、先月でもね、うわ100いったわー言うてびっくりしてたとこなんですけど、今月プラス6ということでした。でそしてクリーマさんが43、いやクリーマさんもだから先月にこれ比べたらプラス34、いやーもうほんとね、ちょっと考えただけでもなんか最初こんなに数字なるとは思ってもみなかった、想像もしなかった数字なので、本当にちょっとびっくり仰天なんですけど、次ね、合計をちょっと見ていきたいと思います。ドン。はい、合計が149ということで、先月と比べるとプラス40個も、これはもうクリーマさんですよね。クリーマさんがだいぶ今月頑張ってもらったんで、そのおかげで149個も、もう日本各地に私の作品がピアーと行ってもらったって、もうすごい、考えただけでもゾゾゾッとしました。本当になんか楽しく2021年終われたなと思って、本当にありがたいなと思いながら皆さんに感謝しております。はい、続きましてフォロワー数の話をしていきたいんですけど、先月11月の時にすっかり言うの忘れてて抜けてました、言うの忘れてて抜けてましたって言うたけど、別に興味ないよなって思いながら、自分のフォロワー数を人様にね、こんな話して興味あるんかなとか思うんですけど、まあ一応ちょっと記録としてね残していってますんで、ちょっとお付き合いください。みんねさん、今月268になりました。先月から比べると81フォロワー増えております。そしてクリーマさんが66フォロワーになったので、先月から比べたら20も増えたということなんですね。ありがとうございます。もうね、人のフォロワー数なんか興味ないってもうさっきも言ったんですけど、でもこれが結局なんて言うんですか、何ヶ月経った時にはこんだけ増えるんやなっていう、これからやる人のための参考になったらいいなっていう感じで、はい、やらせてもらっております。お付き合いありがとうございます。
はい、そして次はねビューを見ていきたいと思うんですけど、もう過去一ですね。先月も過去一やったんですけど、記録更新しました。まずね、先月が1333ビュー、こちらミネさんの話なんですけど、1333ビューをねマックスやったんかな、いただいてたんですけど、今月はドン1989ビューもいただけました。これね、ほんでね、これね、すごいことがね、11月に初めて1000ビューに乗ったんですよ。で、12月もそれをキープしてずっと1000台にいてくれてたんですよ。ほんでもうすぐで2000いくっていうとこで、これギリギリいかなかったんですけど、これは本当に11月12月の繁忙期のおかげですよね。これが1月になったらまた多分やっぱ下がると思うんですけど、この1989っていうのをこうね、初めて見れて、もうよかった、嬉しいですよね。なんか自分のなんていうんですか、作品をそれだけいろんな方の目に届いてるっていうのは、本当にそのミンネさんのこのハンドメイドマーケットですか、これがすごいなと思って、私のこのね、もう何万人、何千何十万人いる作家の中のたった一人の私のショップにこんだけね足を運んでいただけてるって、もう本当にありえないぐらいですよね。もう何もしてなかったらここまで見てもらうことはなかったので、本当にもう登録させていただいて感謝感謝になりますね。そして作品アクセスランキング、こちら1位がね、やっぱりヌーディーチャームなんですよね。これこの時点でも788のビューがついてるんですよ。もうこの数だけでも恐ろしいぐらい、この期間でってことなので、本当にもうびっくり仰天ですね。そして第2位がミニチャーム付きのアルファベット、こちらも294ビュー。そして3番目がラメグリッター129。もうこのヌーディーの788にももう驚きなんですけど、もうなんかそのお気に入り登録もそうなんですけど、通知を消そうか消さまいがっていうのを、なんかどっか前回か前々回の時にちょっとチラッと言うとったんですよ。なんか寝てる時とかに結構ブブーってなって、なんて言うんですか、旦那さん起きたらどうしようとか、息子起きたらどうしようとか、なんかね、いろいろこう考えてて、充電も早くね、なくなったらどうしようかな、ちょっとお気に入り登録の通知やめようかなとか言ってたんですけど、でもやっぱりね、このお気に入り登録の通知をやっぱ実感してたら、もう本当にパッて気づいたら、あ、またついてたわっていう、この結果が本当にこうやって出てるっていうのがもう体感して分かったので、もうね、楽しくて、あ、またや、また見てくれてるって、もう本当に四六時中私の作品を誰かが見てくれてるってこう思ったら、本当にすごいなって思わさせてもらいましたね。このミンネさんにはもう本当に楽しませてもらいましたし、2021年、私ハンドメイドずっと本当昔からやってたんですけど、この作家活動ですか、委託販売とかもやってたけど、こんなにたくさんの人に触れるっていうのが本当今までなかったので、マジでクリーマさんやミンネさんに登録させてもらって、そしてね、たくさんの作家仲間さんとも出会えましたし、皆さんジャンルは違えど、作るものもね個性があって違えど、なんか皆さんのそれぞれの作品もすごく魅力的やし、なんかね、すごい毎日刺激を受けて、なんか勉強にもなるし、楽しいなって思いながらね、これからもね、皆さんの作家仲間さんと仲良くもしていきたいと思っております。
思っておりますとか言うてるけど私がなんかよくしてるつもりでも向こうは全然そんなんええみたいなね思ってたらめっちゃ寂しいけど、なんかねちょいちょいね絡みに行ったり絡みに来てくれたり、なんかそういう私あんまりこうガツガツ行けないんで、なんかねちょっと声かけてくれるとすごい嬉しくなって勝手に一人で舞い上がったりとかしてしまう感じなんですけど、なんか本当にたくさんの方に出会えて会話とか交わしてもらったりとか、本当に今こう YouTube を見てくださってる視聴者さんが YouTube から来ましたってわざわざこうお買い求め来てくれたり、 Twitter から来ましたとかインスタから来ましたとか、本当になんかすごいねたくさんの縁があって、でもうこんなんやってなかったら出会えなかったことが本当に2021年すごい私にチャンスとか出会いとかいろんなものを与えてもらえたいい年になったなと思って、これ2022年始まってんのにめっちゃ21年のこと語ってるんですけど、もうでも本当それぐらいたくさんのね刺激と感謝と、はい、もうそろそろやめときますけど、はい、たくさんいただけたということで、本当に2021年ありがとうございました。そして2022年もよろしくお願いします。これからも見てください。いっぱい動画出したいなとも思ってますし、なんかね自分がもし作品作ってる時にこんなんあったらいいなって思うのがあるんですよ。例えばラジオ動画とか声だけ、なんかそういうの私が好きやから勝手にこう思ってるんですけど、車運転してても、耳だけなんか聞いときたい、作品作ってても画面見れないけど何か聞いときたいっていうのがあって、なんかそのね好きな人のこの YouTube、 私も YouTube 好きな YouTuber がいてるんですけど、その人の声だけずっと聞いて作品を毎日作ってるんですけど、もうその方めちゃくちゃ長い動画とかいっぱい出してくれてるんで、もうすごいね3時間4時間ずっとその人の声を毎日聞きながら、なんか誰かと何かしてるっていう感覚、なんかそんな感覚がすごくなんか心地よくって、私もラジオ動画出したいなとか、でもその喋る内容もそんなにないんですよね。だからもしなんか質問、しょうもない質問でもいいし、なんかねこう質問やネタがあればもうずっと喋っときたいずっと喋って動画作りたいみたいな感じなんですけどね、もしラジオ動画とか聞いてみたいなって思う人、なんかコメント欄に匿名希望でできるようなアンケートボックスみたいな、はい、入れときますんで、よかったらなんかコメントしてみてください。もしそのコメントが何個か溜まって話せそうなネタができれば、ちょっとラジオ動画でも作ってみて、ひたすらずっと喋ってるっていうね、作家さんの暇つぶしじゃないけど、作業のお供に BGM をという感じでやってみたいなと思うので、もしよかったらなんか、はい、投票でも投稿でも、はい、コメント欄でもしてもらったら嬉しいなと思っております。2022年も明るくポジティブに楽しくちょっと配信をしていけたらいいなと思っておりますので、また皆さんよろしくお願いします。はい、ということでこの動画は私が委託販売からネット販売にシフトチェンジしてからの活動内容をお届けするという動画になっております。ちょっとでも興味のある方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。